どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ぜんざいです。スターサンドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、マップのここですね、ここまで行ったんですけども、崩壊した村みたいな感じになってましたね。で、そこで入手したのが、新しい建造物の作り方と、あとこのシチューとかですね。で、シチューを作るための土鍋とか。あとこの剣のレシピを入手した感じですね。なんですけども、前回その、暗かったというのもあるし、あと怪物に襲われていたっていうのもあって、ほとんど調べられなかったんですよね。なのでもう一回、ここに行かないといけないんですけども、そうですね。今度上がっていくときは、ちょっと左側ですかね。前回このほんと端っこを上に上がっていったんで、少し左側を屋上して、で、この辺を探索して、もう一回ここに行ってみようかなと思います。生存した日8。とりあえず準備して、あ、これ、水筒一つでいいかな。初めから持ってた小さいのはしまって、うん。よし。で、シチューとかちょっと作ってみますか。シチューを作るには、まず土鍋。土鍋を作るには粘土の鉱石だ。インゴットじゃなくて粘土の鉱石。じゃあ土鍋を作って、で、シチューを作るには、生肉とナツメヤシ。ナツメヤシ。生肉か。カエル、あ、カエルいた。よし、この刀で。あれ。ちょっと。これで、シチューの素を作成。ああ、やっぱり。どうなんだ、これ土鍋ってどうなんだろう。
これで、あ、これ調理をしなきゃいけないんだ。ねえ。で、あとは、スープ、オアシスフルーツと茎、オアシスフルーツと茎、実はなってない。よし、これで、じゃあこれまた土鍋を作らないといけないってことかな。ってことか。これを食べれば土鍋がなくなるとかならちょっと、シチュー、温かく甘い、ゼラチン質豊富な高タンパク料理。体力が回復する。これはいいですね。で、空腹もほぼマックスだ。あー、これで、まあ、即時回復できる、アイテム、にはなるのかな？食事が。待て。いや、食べてみよう、じゃあ。HP 減ってないけど、腹今、こんな感じですね。うん。ほぼマックス。じゃあ、今度は、スープ。フルーツサラダが、バナナとマンゴー。バナナとマンゴー、あそこに置いてきちゃいましたね。ここ。あ、来たな。この刀を使ってみよう。この刀の威力を。ちょっと口が回らない。よし。え、待て。あれ、思いのほか。これ待てよ。これ弓矢じゃないとやっぱダメじゃないかな。
やばい。ちょっと体力回復するまで。いや、もっと、一撃ぐらいで死んでくれるのかと思ってた。そしてこれは、また砂嵐が来るかな？よし、一匹。ああ、素材が欲しかったんだけど、なんか今埋まってっちゃったな。砂嵐と。待って、これ砂嵐のダメージも入っちゃうな。ここで風を防ぐ。これ建物もちゃんともうそろそろ作らないとまずいかもしれないですね。今のうちに目印作っておいて、よし。よしよし。お。あー、ちょっとアイテムいっぱいか。大丈夫かな？餌は？大丈夫？あと1かな？鎧。824。うん。鱗があと1。さっき、1匹沈んじゃったんですよね。うん。あ、できたかな？これが、スープ。体力を15から25回復。空腹を75から80。喉の渇きも回復。あ、これ、いいですね。でも、フルーツを使うんで、このオアシスフルーツ。これがそんなに取れないですもんね。ちょっと HP 減ってるんで、食べましょう。あ、違う、そっちじゃない！こっちこっち。ああ、これ無駄に1個使っちゃったよ。土鍋。あ、待って。毒ってる。
これを食ったからかな。いや、踏んだり蹴ったりだな。じゃあ、サソリの尻尾取り出して、オッケー。で、木。9本。ロープ作って、ああ、矢がない。よし。では、ちょっと北に向かいますか。あ、で、途中、ピラミッドに立ち寄って、金属のインゴットを使ってみて、あ、ラクダが腹を探してる。で、そっから北ですかね。金属のインゴット。ラクダの餌。よし。よし。で、こっちの下は火薬だるがないといけなかったんですよね。崩壊した床、金属のインゴットを置く。あ、これでどんどん橋を作っていくんだ。はいはいはい。木の板。今度木の板か。何個ぐらいだろう。とりあえず5個ぐらい。あれ、この辺のアイテムって全部取ったっけ？
木の板とか残してなかったかな。お、あれ、あの、え、なんかいろいろ入ってるな。あれ、もしかしてアイテムって復活する？ああ、まだ足りない。あと1個ぐらいじゃないかな。作成する。ああ、まだ足りない。これでオッケーかな。お、あ、なんかカエルの銅像みたいな。あ、矢は助かる。おお。うわ。あ、火薬だる。火薬とココナッツ手榴弾。火薬、石炭と、あ、やっぱ硫黄使うんだ。石炭と硫黄。で、これだ。火薬、あ、爆発、爆薬だる。これをピラミッドの下に、下で使うのかな？火薬が5。ってことは、硫黄を取ってこないといけない。っていうことですね。で、ここ、ココナッツ手榴弾。空のココナッツとロープと火薬。あー、これは、硫黄をいっぱい取らないと、ダメですね。なるほど。これだけかな。でもこれピラミッドで言ったらまだ一番下のあたりじゃないかな。この辺のアイテムとか。あ、復活してる。あ、で、布だ。これで、
作れるんじゃないかな。来た。ラクダのバッグを作成する。よし。これどうやって。そして剣がいまいち。これを？お！よし！あー、これは助かる。これは助かるよ。よーし。じゃあ一回今日は戻りますかね。うん。戻ってきました。で、あと確認してないのがあれですね、建物。レンガにするんだ、これは。レンガにして。粘土のレンガ何個あったかな？さっき7個取ってきて、9個ある。16。ちょっとじゃあ、高いとこに、うん、立てて、まず、基礎。お！こういう感じなんだ。一番、この辺高い。この辺かな？この辺に、よし。あれ？下に。よし。あー、レンガもうないか。22個。全部ぶっ込んで。この辺は、まだまだちょっと時間かかりそうですね。立派な建物を作るのは。うん。はい。そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。